最近、ケイチ君の元気がないね。機嫌が悪いのかな？さーて、どうしたんだろうね。恋の病にでもかかってるんじゃないの？みーちゃん、それ飛躍しすぎ。どう思う？さあね。ケイちゃんひょっとして、かな？わかんない。あの日、ケイちゃんと車で話してたの。中年のでっぷりした男だったんでしょ？うん。間違いない。大石のやつ、ケイちゃんに何を吹き込んでるのかな？真剣そうだったよ。ケイチ君は顔面蒼白だった。あのね、レナはよく知らないだろうけど、実はあいつ、お社様の使いなんだよ。え？何の話？あいつが現れるとね、必ず鬼隠しが起こるの。本当だよ。あれ？そうなの？おととし、リカちゃんのお母さんが受水したでしょ？その直前に大石が尋問してたんだよ。そういえば、サトシ君が転校する前にもいたね。転校？レナはいいやつだよな。で、今度はケイチ君の前に現れたんだ。じゃあ、ケイチ君も鬼隠しになっちゃう？Ha ha ha!